ね、コラボ配信できない、頑張ったんやけどできない、どうしたらいいの。ちょっと配信やめ、配信やめ、ちょっと一回待って、一回ちょっと静かにして本当に。え、てかネイル変えた、そんなの今どうでもいいの。先生分かってるんだけどさ、コラボ、え、そうそう、なんかコラボの設定の仕方が分かんない。普通配信になってるじゃん。でもこれを終えてやったとしても、やったとしても、あの、そう、無理なんだよね。え、じゃあ始めるときに選択できないの。ライブ配信開始します、はい、いいえしか出てこないの。激おこちだって。まあ京香がそうなんで怒るわけないやろ。本当にどうしたらいいの。もう嫌だから帰る、もう嫌だから外出る。いや、ちょ、京香に LINE してるんやけど帰ってこないやけど。え、ちょっと待って、どうしたらいいの。てかさっきまで寝ててさ、じゃ寝てた、ごめんなさい、寝てました私。ちょっと待って、ね、10分だけ、ね、で、チョウガ、え、チョウガってさ、スマ、今電話かけたらやばい、今チョウガに電話かけたらやばいって聞いてみて。夜更かしするからだよ、だって。でも確かにそれはそう。あゆちゃん、タワーありがとうございますあゆちゃん、おひな様タワーありがとう。あゆちゃんありがとう、早くいたよ、かけていいよ。え、ちょっと待って、ほんとにやばい。しかも iPad ちょっと充電切れそうだから、途中でスマホに変えちゃうかも。え、かけていいの？え、いいの？ダメ？どっち？コラボ配信管理のとこ何にして、え、そんなのどこにあるの？やばい、汗。配信始める時の画面でコラボ配信って選べるらしい。うん、選べない。ひなこにはない、そんな画面が。もう切り替えたから電話、 OK、 電話するわ。もちもち、ねえ、本当にさ、うん、え、ないの、え、出てこない。あの、配信するっていうボタン押したら、あの、ライブを、何？ライブを開始しますか？はい、いいえしか出てこないの。え、ほんと？え、でもうちも覚えてるよ。コラボ配信するとき、いつも選択が2個出てきて。え？え、これな？これできない？え、できない？じゃあもう帰っていい？もう帰るよ。え、でも、え、ちょ、なんでなの？え、なんか、あ、それはちょっとあるかも。そうだね、また今度するか。え、じゃ、なんかコラボ配信管理のとこオンしてみたらって言われたんだけどさ、コラボ配信管理がそもそもないんだよね。
なんか見つかんない、そんなのどこにあんのっていう。ちょっと終わってるよね。泣いていい？配信をしたらコラボ配信管理とかある。え、だからないんだよね。え、なんで？うん、通常ラジオしかない。うん、え、ちょっとさ、え、でもマジないんだよね。ちょっと一回諦めてみる。一回諦めてみようか。でランクがまだ低いのかなとか言われてるんだけど、ワンチャンそれもある。うん、え、何ランクって、え、どうやって見んのそれ。あ、それすらもう分からない。え、ランクが確かに、ランクも確かに低いから、でもちょっと関係ありそうじゃない。だってカラオケもさ、ランクが上がんないとできないらしいし。そうだね、一回ボクシャンがランク上げてかな、一緒に配信しようか。ごめんね、本当に解散でごめんなさいね、本当に。そう、本当にお疲れ様でした。失礼します。ちょっと待ってね。配信をして出店にスコールしたコラボ配信か。配信をして？何？配信って何？配信をして？ああ、そういうことか。じゃスマホでやってみる。とかないのよ。うん、あ、待って、あえ、ちょっと待って、そうやね、諦めたらそこで終了だよな。でもね、 iPad の充電があと 3% しかないんだよ。なんか充電してるのに充電できる。え、ちょっと待って、え、そもそもコラボ配信管理っていうのがないんだよね。ないよ、ないないない。だからそもそもできないんじゃない、私が。コラボ配信管理がない。なんかもうできないってことでいい？ランクの問題説あるね。顔怖かった。顔怖い自分。ショック。ちょっとショックやわ。
ランク関係ないとも俺でも押せるもん。どっちっていいかな。で iPad があと 2% で消えちゃうから、どっちにしろスマホで配信しないといけないかも。あ、なんか男の声が聞こえる。また電話してます、あいつ。ちょっと待ってね。元気？だって元気。携帯なら配信できそう。うん、ない、配信携帯にもない。ね、てかネイル変えたんだよ、見て見て、どう？じゃーん、ピアタンっぽい。じゃーん、今日はせっかくメイクもしたんだよ。かわいいでしょ。めっちゃ雰囲気変わってて可愛いだって。ちょっとなんかいい女みたいになってない？いい女みたいになってない？え、待って、本当に iPad 2% しかない、どうしよう。さすがに良くないよね。ちょっと待ってね、連絡。まず設定からコラボ配信機能オンにして、だからできない、できない、もうできない。え、iPad、え、そう、さっき弟と iPad どこにやった喧嘩をしてて、え、アップデートしたよ。どこにやった喧嘩をしてたのね。で、年末年始に島根に帰った時に、俺は持って帰ったぞと、俺は持って帰った、でも持ってこっちに持って帰ってきたか覚えてないっていうのだからさ、お前さちゃんとしろよって言ってさ、とりあえず部屋の中探してて、ここの棚見たって言ったら、ああ見たけど揃って言うから、え、なんかさ本当にさちゃんとしろよみたいな感じで言ってたの。そして弟が、あ、もしかしたらリュックでこの前帰ってからリュックの中あるかもって言うから、リュックの中見たの。そしたらなんとありました。正面で見ても横から見ても、ちょっと、え、てか髪茶色くないか、ちょっと染めようか、さすがにな、暗くしようか、さすがにな。リュック、え、ねね、ほんとちょっと 1% しかない、どっちよ。ちょっと待って、え、ちょっと待って、ほんと消えるかも。え、待って、切れたらすぐスマホでするね、ごめんね、マジで。え、 1% しか、切れたらすぐスマホに変えるから、え、待って、これさ切れたらさどうなんの、それだけ教えてもらって。え、違う充電さしてて、これだよ。 iPad ってさおかしくない？ iPad っておかしいよね。 iPad ってさ充電しながらさ、あのなんか触ってたらさどんどん減っていくの。え、私の iPad だけ？もしかして。
踊ってください。何を踊ればいいですか。本当にやばい、ちょっと本当にやばいかも。切れたらすぐスマホに変える。でもさ、充電切れたらどうなっちゃうんだろう。これ絶対切れるよ。ちなみに私が予知しといてあげる。どうしよう、ちょっと汗汗。え、猫ミーム知らない。え、どうしよう、ちょっとねえ、やっぱ iPad 切れちゃった。本当にさ、どうかしてるよな、これな。おかしいよな。一回さ、ちょっと一回、ちょっとさ一回困る、どうしよう。こんな配信に困ることない。ちょっと一回弟を召喚するか。ちょっと待ってちょっと待って、本当にちょっと待って、携帯の方が画質、いや本当、じゃあこっちしようか。いや全然こっちでいいんやけどさ、ちょっと一回さ、一回ここで待っててほしい。ちょっと一回弟を召喚してくるから待っててな。ゆうたん、今して。いや違う違う違う、コンセントあるじゃん。これを挿してってこと。人の充電。本当さ、どうしてるぞ。本当にさ。喧嘩して帰って、ちょっと髪茶色くない？あ、ちょっとごめん、こんなとこで配信してるの。よいしょ。よし、じゃあこれでちょっとだけ配信しますね。本当にお騒がせしてすいません。弟が何もボロボロチャンネルやんだって。本当にそう、して今からブルダック食べます。だって、え、いいの。あ、なにこれ、顔丸。
ありがとうございます。あやかもハートじゃなくて星ありがとう。ブルダックって辛いんじゃないんか。一段と可愛くなっただって。早くランカイでとコラボしようね。だってね、ほんとそうよね。ほんとにそう。今日ね、ほんとにめちゃくちゃ眠くて、さっきもさ10分ぐらいだけど寝たんだよね。ちょっと弟にね、9時から配信なんだけどさ、眠すぎるって言ったらさ、寝ればって言うから10分だけ寝た。ホーム 5G じゃないからコラボできない。いや、それ福留、それ福留。今日何時に寝たのだって。5時、5時半、5時から5時半、5時から5時半やな。やっちまってるよな。ふくとめちゃんかわいいだって。うん、かわいい。うん、かわいい。私最近てか京子とコラボした時に話したかったことがあって、京子と牡蠣の食べ放題に来たの。なんか周りにさ、あんまり牡蠣好きな人いなくて、こんな牛乳は嫌だ、どんな牛乳ってた。これ私のね回答はね、マジで思んないよ。牛から絞った、牛から絞ったそのまんまのやつ私大喜利さ得意じゃないんだよね、本当に。なんかしたことないから人生でね。でもおもろいよね。ひなこのカッティングエッジのグラビアの効果って何？くのいちもカキ好きだよって。じゃあ食べに行こうか。カキの食べ放題にしたいの。なんかさ、カキってさ、なんか私がねよく行ってるカキのお店ってなんかね、あれなの、4ピースとかで高いんだよね。4ピースとかで3000ぐらいする気がする。だからさ、だったら食べ放題でカキいっぱい食べて次の日お腹壊した方が良くない？お腹大丈夫だった？だって全然大丈夫。私ね、当たったことないんだよね。でもさ、当たった時が怖いよね。当たったらもうカキ食べれなくなっちゃうのかなって思ったら、恋しいカキが。じゃーん、だって数え方ピースない。ピ、どういうこと？カキに当たるとやばいぞ。だってえ、だよね、わかんの。でも当たるの怖くて一生食べれない。めっちゃわかんの。でも食べてるじゃん、ひなこ。カキ食べ、今日もネイル終わった後めっちゃカキ食べたくて、うん、超食べたかった。カキは殻に菌がついてね、なんかよくよくない？なんかカキを口に捨てて食べたら当たっちゃうよーって。山田さん当たりそう。え、わかんの？山田さん当たりそうで。え、なんか今日も本当にめちゃくちゃ早く寝れそう。なんか眠すぎる、マジ眠すぎる。昨日寝るの遅かったのがよくなかった。カキって何かつけて食べる？どうやって食べるのが好き？え、私はレモンとポン酢、生と焼いたやつ。私は生が好き。
いや焼いたやつももちろん美味しいけど、生牡蠣にレモンとポン酢つけて食べるのが好き。めっちゃ美味しいよ、おすすめ。カッキーンだって。本当にまた面白くないこと言ってる。レモンとポン酢、あれもレモンとポン酢だよね、やっぱり。生は当たるだって。でも当たったことないからさ、今日早く寝ようかな。早く寝れそうだからな。なんか生活習慣を直すっていう意味で。今聞こえた？弟の声。なんかね、ゲームしてるんだよ。ずっとゲームしてる。本当に辛いよりもレモンかける派だって。なんかね、最初はねかけない派だったけどね、大人になってからかけるようになりましたね。まあ、大人になったんで、もう今年21歳なんで。びっくりした。弟くん声低いよね。低い。って感じ。何っていう感じ。友達にこんな寝たらビビるだって。どういうこと？そんなひどい。1年前も弟さんゲームして、ずっとしてるよ。なんかね、ずっとしてる。友達と電話したの。なんかもうね、同じ光景しか見ないよね。ひなこさんゲーム配信しない。ゲーム配信、私がゲーム配信したところで思んないでしょ。配信管理メニュー内、コラボ配信管理からコラボ配信機能をオンにすら設定したら、してない。え、じゃしてないというか、そもそもそのあれがない、その設定がない、それが設定できない、そもそも。ちなみに今何分なの、ちなみに今何分なの。21時40だって。あ、本当に？もうそんな時間なのね。そりゃ眠くなるわ。ダメアイさん、何これ。彦星と織姫様、織姫様彦星と織姫様、ありがとう。大地さんもありがとう。じゃあ、とりあえず もうちょっとしたら終わろうかな。もう10時になるからね。ランキング読んでね。七夕じゃない。彦星と織姫、七夕では。確かに。じゃあ何さっきの。あ、話したね、この間。なんか、ぼんじり様みたいな。あ、ちょっと待って。なんか、良くないね。なんか、本当に良くないから。一回黙る。寝ちゃうまでする？だって。いえ、寝落ち配信ってこと？あ、きついよ。だって、もう、寝顔めちゃくちゃブス、みたいなさ。きついからね。寝落ち配信はきついよ。いた。終わる前にスクショタイムしてほしい。だってもちろん。だから髪ちゃう、やだ、暗くする。
エアコの寝顔はね、見ない方がいい。髪茶色く見えるね、だってね、茶色く見えるよね。で茶色く見えるっていうか茶色いんだよ普通に。今日はせっかくメイクしたのからいっぱいお写真撮んないと。なんかあまりさメイク最近してなかったから。次の YouTube いつ上がりそうだって。なんかさ YouTube さやばいよね、本当に本当に上げないとやばいんだけど。それガーちゃんほんまごめんやで。デコ出しの方が好きやで。どうする、でも私が急に前髪パッツンにしたら、なんか気づいたら前髪パッツンになってさ、どうする。それガーちゃん、ほんまごめんやで。YouTube って自分で編集してる。いや自分で編集してない。弟パッツンはさ、ちょっとさ子供っぽくなっちゃうじゃん。弟だったのびっくりびっくりだよね、弟なんだよあれ。福富ちゃんのファミ出てくださいだって。あ、ぜひよろしくお願いします。弟パソコン触れるんだよ、すごくない。ただのガキじゃないんです。もう一生前髪作らないの、だって。いや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 、そんなことはないよね。けどさタイミングがさ、でき私癖っ気だし、映像関係の人じゃないよ、全然違う全然違う。ただもう一からもう独学だよね、独学で編集してもらってる。ただ低クオリティだけど、弟に高校生にしてはすごくない、独学にしてはすごくない。アゴピースください。何時までありますか、だって。今何時何分ですか。見れなくて今。そろそろランキング読もうかなと思ってる。何動脈 PS って。あー読んでる。じゃあ50分にランキング読むでどう。ギャルピ、コラボ楽しみだった。本当にごめんなさい、多分私が悪い。でもどうやってやるか分かんないの、なんかないのコラボ配信っていう機能が。そもそもかわいいでしょ、ネイル。じゃん。まず 5G にしよう。いや、それ服止め。いっぱい聞いた方がいいよ、だって。そうだよね。いっぱい聞いてから挑むね、ちゃんと。今日はなんか本当によく寝れそう、なんか本当によく寝れそう、ぐっすり寝れそう、眠すぎて多分。
私いつもさ寝るの遅いんだけど今日はマジで早く寝れそう。多分最近聴いてる曲はだって最近聴いてる曲はチンチン大丈夫か。寝るとき弟と喧嘩しない、しないよ。最近聴いてる曲か、なんだろう。なんかもう定番のやつになっちゃうな。例えば好きなことキス、好きなことランチ、好きな時に好きなことし、好きなことハイ、好きなことデブ、好きなことナイ、好きなことスイープ、これが私の人生とか。今更だって僕は言うかな。これもねよく歌うんですよ私カラオケで。これね歌うよね。さよなら君はきっと忘れて行く道で遠くの通りを飛ばしないと捕まえたんだ。僕の方はずっと抜け殻みたいだよとか。私に夢がなかったら、もしもあなたのあなたと同じ夢を見てたら、もしかしたら今でも二人は。ちょ歌詞は分かんないわ。愛してる愛してるなんてなんとかなんとかなんとかです。最低だと赤と小さいです。お前さんっていうことは置いといて、なさてかイベントやってたの忘れてた。めちゃくちゃめちゃくちゃ忘れてた。ということでランキング読もうかな。とりあえずね、13位ゴーさんありがとうございます。12位わさびさんありがとうございます。11位ダミチンさんありがとうございます。10位マーボーさんありがとうございます。9位あやかありがとうございます。8位ひろゆきりんさんありがとうございます。7位ワンタンメンさんありがとうございます。6位大地さんありがとうございます。5位ロッソさんありがとうございます。4位にゃんこさんありがとうございます。3位グランツさんありがとうございます。2位 WY さんありがとうございます。そして1位はあやちゃんでした。あやちゃんどうもありがとう、大好きだよ。スクショタイムはだってちょっとごめんなさい、なんかこのタオル見えてるのダッサいか。ちょっと飲ませば丸顔隠し。今日3回やった。え、3回やってる。あ、3回やってるわ今日。えぐいね。ということで本当にコラボできなくて本当にすみませんでした。多分私が悪いです。でも一つ言いたいのはコラボ配信っていうものがそもそも私の端末にはなかったです。はい、ということで見に来てくださってありがとうございました。またね、おやすみ。バイバーイ。